しぐれういです。今日は追いかけ配信をしていこうかと思います。こんばんは。音量どうかな、音量大丈夫かな、どう、お前ら音量聞いているんだ、わためじゃないんだ、音量聞いているんだお前ら。していこうと思います。ほら手を動かして。はい、はい、すいません、すいません。ほら手を動かして、ほら嗅ぎながら喋るよ。これういういが書いてるからね、うん、今書いてるからね。はい、で先生、筆止まってますよ。いや、まだ。いや、ドキドキ、ドキドキ。ごめんごめん、今書くから。今書いてるとやっぱ虚無っちゃうよな。ねえ、わかる。ねえ、早く書かないと。天気デッキになっちゃうよ、10分ぐらい。やべ。やべ。いや、でも今日はあのちゃんとね、おしゃべりできるように、あの会話デッキ。こら、内緒にして。私が用意したの内緒にして。使っていいけど。おっと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 。危ない危ない。口が滑るとこだった。ふう。今日は何を書くと思いますか？ん？お前ら、今日は何を書くと思う？結構書いてんだよな。だいぶヒントあるけど。どう？ジンギスカン？違うだろ、ジンギスカンじゃねえだろ。どう見てもジンギスカンじゃねえだろ。ジンギスカンしか言わねえ。お前ら、ジンギスカンしか言えねえのか。焼肉？一緒。ラム肉？マトンのシチューかな？飯テロやめろ。ジンギスカン、ラム、ラムチョップ、おかしいな。なんで名前が出てこないのかな。おかしいね。じゃあ、まあラムをまあ書いちゃうけどね。うん、そんなに言うんだったら書いちゃうけど。え、なんかさ、今日聞きたいこととかある？しぐれウィンに聞きたいことある？なんでも、なんでもって言ったら、今何でもって言ったよねって言われるからちょっとあれだけど、答えられる範囲で答えていこうかと思います。マサ歌って。え、拳あげて、もっと汗をかいて、もっと恩返しは愛のこもったウィビームで。歌うか。しょうがねえな、普段あんま歌わないよ。シングレウィあんま歌えませんよ。しょうがねえな。マジか。好きになって、もっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった嘆きキスで。うまー。いや、うまっ。いや、うまっ。ちょっとあの、これ歌った判定にしてくれませんか、皆さん。なんでもないです。あと、お、なんか、あ、頭に、脳内に声が。でもやっぱ緊張するな。なんか今日スペシャルな追いかけ配信だから、ちょっと緊張しちゃうな。でもこれ歌った判定でも歌わなくていいな。ありがとう。ウィさんが歌ったんですよね。そうですよ。日頃やっぱ練習してね、今日スペシャルな、ま、追いかけ配信だけど、ちょっとね披露しちゃった。ウィビームください。ちょっと歌詞がないと。ちょっと歌詞を調べんと。あ、調べないと。
や、緊張する。聞かれてると思うと緊張するね。ねえ。あ、絵上手くなったでしょ？そうでしょ。今日はスペシャル。やめなさい。ウィービームはどこだったかな？あ、ここかな？ちょっと、あ、手になんか意志が。あれ、手になんか意志が宿っとる。自分が思ってることと違うことがなんか書かれている。あれ、なんかおかしいな。手が逆らってくる。え、おかしいな。全力のウィービームでも求められてるんだよな。え、ウィービームって歌じゃないの？え、デスビームみたいなことなの？ウィービームってこと？え、全力のウィービームってあ、いや、いつも私ビーム打ってるわけじゃないです。違いますよ。違うんですよ。ファンそのね、2番にね、ナビームでみたいな、そんな名前のやつがあるんですけど、それをね、自分の名前で歌いがちになるみたいなところでね。あ、そうなんです。あ、これ脳内の会話なんですけど。そうなんですよ。これ歌詞なんですね、実は。脳内で今ちょっと会話、会議しとった。あ、なるほどね。デスビームじゃないんだ。ちょっと知らない情報が、あれ、記憶ないなったかな。知らない情報が出てきて、ちょっとびっくりしちゃった。あ、でもファンさん普段歌ってるならいいかな。歌ってもね。うん、こぶしあげて、もっと汗をかいて、もっとふおんがえしは愛のこもったウィビーム。ほらダメでしょ。意思疎通してダメ。あ、勝手に字が生まれないで。ダメダメでしょ。ウィビームはそんなに勝手に言っちゃダメ。ダメやん。はあ、今日はなんかちょっと様子がおかしい。脳内会話がダダ漏れだ。おかしいな今日は。ウィビーム助かる。助かってんじゃないよお前ら。お前ら普段なんて呼ばれてんの？普段なんて呼ばれてんの？お前たちは。お前とかで大丈夫だよ。お前で大丈夫なの？あ、君たちゴミ？いや、それは嘘。ゴミ？それは嘘だよ。ひどい。ちょっと不安くらい。まあ、そんなことでね、だいたいかけたんで、ネタバラシするか。かけたいやー、きょむらなかったわ。ふぅ。いやー、ちょっとなんか最初から天気の話とかしてたけど、きょむらなかったわ。あ、もう、もう一人の私が、あ、黙っちゃった。お金入れ脳内に行った方がいいのかなと。入れ替え性かなと。入れ替え性。違います。実はですね、本日、コラボでございます。イエーイ。なんだこの配信。いやー、ちょっとね、難しかったな。あ、ちょっと難しかったな。難しかったね。もうちょっとね、皆さんにドッキリ仕掛けたくてね、やったんですけれども、ちょっとサムネ変えるわ。3秒ぐらいで。3秒ぐらいでバレた。早かったなぁ。え、みんな結構、我々のことを似てるって言ってくださる割にはすぐバレるっていう。ね。ね。あ、でも分かんなかったってみんな言ってる。え、なんだってって、ほら。あ、ほんとや。全然分からなかった。まだまだだな。お前らまだ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 だな。ツイートしよう。ツイートをしていただいて、私もちょっとサムネと概要欄を変えますね。あ、やべ。やべ。ててれー。てってれー。ドッキリ大成功。大成功。イエーイ。
お邪魔しまーす。いやー、ようこそしぐれういチャンネルへ。イエーイ。ドキドキしたーいやもう本当にこう最初から雑談全部任せるという無茶なことをね、させてしまって申し訳ない。いやいやいや、よし、なんかモノマネじゃなくてもいいよって多分モノマネしたところですぐバレる気がするバレるかなと思って、うん、いいかな。よし、ツイートしよっぴー。え、でも一瞬わからなかったって人もほんいるよ。言ってる。うんうん、ジママが二人。あ、ほら、イラストレーターのしぐれういです。イラストレーターのしぐれういです。ほぉ、ほぉ、あ、結構似てんじゃない。似てんじゃない。私も頑張ってわためちゃんの方に寄せてもらって寄せれば意外といけるんではないだろうか。意外といけるんだ。そこは似てる。わためちゃん自己紹介をしてくださいよ、せっかくなんで。あ、そうだった。ほら、ホロライブ4期生つままぎわためです。よろしくお願いします。お願いします。わためちゃんようこそ。お邪魔してます。いえいえいえ、実はね、我々なんか声が似ているとよく言っていただけるんですが、うんうんうん、それを関連してコラボしたいんでってずっと話してたんですけど、ね、そう、私がチキンすぎてなかなか実現しなかったという。私もチキンすぎて羊なのに。うう、あ、あ、うまいこと言うな。うまいこと言うな。で、そうなんです。でもね、前2人で、うん、2人きりで喋ったのがなんと5月の私のとつまちぶり、うん、かなということ。だいぶ久々なんですけれどもね。お久しぶりです。お久しぶりです。しかもなんかちょっとしか喋ったことなかったから。そう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 、ね、今日ね、がっつり1時間話しますからね。へへへへへへ。そしてなんか2人のね、ハッシュタグを実は考えてなくてですね、うん、ドッキリだったのもあり。皆さんなんかこの2人の良きハッシュタグありますでしょうか。ないとういわたとかになります。ね。いや、もうういわたでいっか。いっか。聞いといてあれだけど。聞いといて。いいよな。いいのある？なさそうやな。なさそう。あ、なさそう。あ、じゃあもうういわたにしちゃおうと。なさそう。ええと思う。ええと思う。4文字ってあんまり良くないんだっけ。え、そうなの？なんで？なんかね、トレンドに入りにくいらしい。え、そうなの？え、知らんかった。全然トレンド狙ってないけど。まあ、ういわたでいいか。いっか。いっか。ということで、今日はういわ、チャープういわたで皆さんつぶやいていただければと思います。お願いします。はい。いいのかい。いいのかい。来てくれるの。え、全然行く。うわー、キャー。うわー、もうぜひともね、今の録音しました。本当。でも全然ね、いつでも行きますんで呼んでください。やったー。やったー。今になってハッシュタグを変える。やったー。またぜひともコラボをしたいと思っている。したい。ちょっとお絵かきのね、仕方も教えてほしいんだよな、うん、私も知りたいよ。うまく描けないよ。描けてるよ。とんでもない。ほんと今日は本当に来てくださってありがとう。こちらこそ、呼んでくれてありがとうございました。また一緒に遊びましょう。遊ぼう。もう、ういちゃん、わための中だからね。わため。ういちゃん。わため。ういちゃん。いぃーあい。本当に今日は遊んでくださってありがとうございました。こちらこそ。うん、また呼びます。うん。待ってんで。呼ぶなー。やってんで。イエーイ。イエーイ。それでは、私終わりの挨拶とかないんだけどさ、いつもなんて言ってる、うん、みんなだいたいコラボの時は、うん、おついわたみたいなタグを、うん、なるほど、つなげるパターンね、うん、あ、じゃあそれでいこう、うん、じゃあ、おついわたでいきましょう。はい、はい、それでは皆さん来てくださってありがとうございました。